ハンザ・ブランデンブルク W29、霞ヶ浦空所属のハンザ式推定 W29 は、ドイツ帝国のハンザ・ブランデンブルクが開発した、単発低翼単洋複座の水上戦闘偵察機で、ある。1918年初頭に、ハンブルクで活動していたエルンスト・ハインケルに、当時のエースパイロットのフリードリッヒ・クリス・チャンセン、中尉から、 大成功を収めたハンザ・ブランデンブルク W12 の性能向上を求められ、それに応えたものである。注意と別れた後に立ち寄ったバーのメニューの裏に書いたスケッチから生まれたと言われている。開発は異例のスピードで進み、同年4月には舞台への引き渡しが始まっている。第一次世界大戦の機体としては、珍しい単容器で波の干渉を防ぐために、 胴体後部は髪型に反り上がる特徴的な形状をしていた。尾翼は髪型に水平尾翼が、その下方に垂直尾翼があり、垂直安定板は有しておらず、設計の後部胴体が垂直安定板の代わりとなっていたのは他のハンザブランデンブルク製の機体と同様である。垂直置きながらスマートで抵抗の少ない機体によって快速を発揮し、運動性も良かった。 ただし水上での安定性が悪く、特に水上滑走中に追い風を受けると前向きに転覆する癖があった。沿岸防衛の戦闘機としてドイツ海軍に配備された。第一次世界大戦終盤の北海沿岸で英空軍のフェリックス島海後飛行艇等との激しい制空権争いを行い、制空権確保に大きく寄与した。大戦後の1922年に、 ドイツからの戦利品として多くの航空機が発揮した。そのうち陸軍機は所沢へ移送され、水蒸気、飛行艇は築地海軍交渉で一般公開されたが、最新鋭機であったファンザブランデンブルク W29 のみ横須賀海軍交渉に送られ、大日本帝国海軍による詳細な調査が行われた。調査の結果、日本での使用に問題なしとされ、 正式採用を待たずに、横小路合コ型に代わる水上偵察機として製造が決定し、半座式水上偵察機として、同年12月から愛知航空機と中島飛行機での生産が始まった。ただし、発動機は、ベンツ水冷直列6気筒から、三菱製のイスパノ水座水冷、V 型8気筒へ変更されている。フェリックス東海ごと、 ハンザ・ブランデンブルク W29 を配備したことにより、大日本帝国海軍は、北海で戦った最優秀水上機の両方を手に、したことになる。1925年7月15日に、正式採用され、同年までに約300機前後が生産された。海軍では15式水上偵察機が採用される、昭和初期まで長らく運用され、退役後は、 多数が民間に払い下げられ、1938年頃まで魚群探知や遊覧飛行、旅客輸送に使用されていた。後年二式水上偵察機のライセンス生産指導に来日し、愛知航空機を訪れたハインケルは生産ラインに並ぶ半座式を見て、ライセンス生産量はどうなっているのかね。と冗談を言ったそうだが、戦利品というのはそういうものであったそうだ。 ありがとうございます。